はい、ということでお決まりのゲームオーバーでしたね。説得続けていきたいと思います。いやー、辛かったからって言ってたっけ。いやー、もう一回見返してくればよかったな。私も辛かったからと、私も辛かったから、辛かった、ミアが、そうだよ、私も寂しかったの。だから私が好きなドラマを見ていた香りに声をかけた。友達になりたかったから。そんなことない、ミアは強いじゃん。私なんかいなくても逆境を乗り越える強さがあるでしょ。違う、そんなことないわ。私だって香りの前では強がっていただけ。私がセクハラ署長を殴ってクビになったって、なったってあの件、本当はすごく勇気を振り絞ったんだよ。実は結構な間セクハラ署長にされるがままだったの。私、香りが思ってるほど大した人間じゃないわよ。そんなことない、結局ミアは土壇場で勇気を出せるだけの強さがあるじゃない。私がされるが、私はされるがままだった。結局流された。やっぱりミアと私じゃ全然違うよ。ねえ香織、香織は私の何を知ってるの？私はただ香織のことを救いたいだけなの。別に流されたってよくない？うんふん、あは？あは？これは地雷だよね。でも救いたいだけなのやとさ、なんか前みたいになりそう。香織は私の何を知ってるの？え、こんななんかさ、ちょっと若干喧嘩っぽく口調で、え、言っていいの？え、ちょっとまたゲームオーバーなっちゃうかな。救いたいだけなの？え、ちょ、一回これやってダメだったらこれいきます。ダメだ、わかんない、わかんないよ。私はただ香織のことを救いたいだけなのですよね。え、で一つになって終わりそう。受け入れてよと。それは無理よ、私は香織と一緒にいたいから。何言ってるの、今こうやって一緒にいるでしょ。こういうことじゃないの、私はただ。いいよ。もう今はミアと話したくない。ですよね。待って香織、プッツン。はい、何を知ってるの。なんとなく分かってきたかもしれない。はい、これですね。香織は私の何を知ってるの。分かってるよ、ミアのことは全部。分かってないわ。私が土壇場で強かったら、香織が襲われた時に無様に泣きじゃくってなんかなかったわよ。ミアか、私のために泣いてくれたの。当たり前じゃない、私をどういう風に見てるのよ。それはやっぱり香織は私のことを誤解してるわ。こんなに長い間一緒にいたのに、お互いのことを全然理解し合ってなかったのね。でも今の私はもうちゃんと香織のことを理解してる。私の何を理解してるっていうの？そうね、こんなことをした香織にどうしても言いたかったことが一つだけあるの。香織、もっと自分のことを見つめ直して、自分のことを好きになって、自分のことを考えて。ちょっと、分かったとか言いながら分かってない。好きになってって言いたいけど、でも好きになれない気持ちも分かる。私もなんか自分のこと好きじゃない時ある。毎日好きじゃないわけじゃないけど、今の私嫌いみたいな時あるからね。でも、いや難しい、好きになって、いやもうほんと当たり障りない言葉しか言えない私。もっと自分のことを好きになって。自分の
こと？そうよ。ねえ、香織。香織は、私のことは好き？うん。じゃあさ、私が自分のことが嫌いでしょうがないから死ぬって言ったら？そんなの絶対嫌！だよね。その香織の気持ちが、今の私の気持ち。私も香織のことは大好きよ。性格はもちろん、笑顔も声も、話し方も仕草も全部。でも、今のままじゃそれを全部失うのと同じ。私はそんなの絶対に嫌だ。いや、確かに香織は辛い思いをしてきたかもしれない。そのせいで間違ったことをやってしまったかもしれない。でも、私になんかなろうとしないで。もっと自分を好きになってよ。自分が嫌いな香織を見てるのは私も辛いから。少しだけ考えさせて。香織はそう言って姿を消した。説得はうまくいったはず。多分もう少しだ。それにあともう一言だけ香織に伝えないといけない言葉がある。香織にそれを伝えて解放を要求しよう。もう一言だけ。もう一言だけ。でもとりあえず解放に行きましょうか。はい、解放を要求します。どうなっちゃうかな。私のおつむで解放できるかな。香織、もういい？少し時間を置いて私は香織に呼びかける。香織はすぐに現れた。もう大丈夫？ねえミア、最後に一つだけ聞かせて。来た。あと一言だけ投げかけないけないやつ。何？ミアは私のことをどう思ってるの？汚いなんて思ってない。違うかな。香織がそう聞いてくるだろうと分かっていた。私はすでにその言葉を決めてる。私は香織のことを親友だよね。親友でいいんだよね。家族でもある。はあ、どっち？親友で行こう。ファイナルアンサー。親友だと思ってるわ。親友？そうよ。多分香織は私のことを家族のような存在だと思ってたんじゃない？うん。そこが違ったのよ。私と香織はただの親友よ。それって何が違うの？親友はね、家族と違ってお互いに歩み寄らないと成立しないのよ。ただ一緒にいるだけじゃダメ。お互いに頑張らないと関係はすぐに崩れちゃうからね。相手にちゃんと好きになってもらわないといけないから努力しないといけないの。私だって香織に気に入ってもらえるようにこうやって必死に強がってるんだから。だから香織も私に気に入られるように頑張るの。今のままじゃ私たちの関係が崩れちゃうわよ。そんなのやだ。私どうすればいいの？まず香織は自分を好きになることから始めること。自分のことを好きになれない人は誰からも好かれないわ。だからちゃんとやり直そう。元に戻ってね。そう、私は自分が大嫌いだった。自分の境遇は全部自分のせいだって思ってた。だから自分は汚いんだってずっと思おうとしてた。でも結局は
自分のせいにしてただけだったのかもね。ミアみたいに乗り越えようとせずに自分を嫌いになることばっかり考えてた。香織、ミア、ごめん、ごめんなさい。そして香織は涙を見せながら消えていった。きっとこれで大丈夫。言いたいことは言えた。あとは香織次第だ。それにしてもみんな心配してるかな。私救えたの？会ってたの？ふと滝峰たちのことを思い出した。きっと今も全力で動いてくれているはずだ。私にはこれ以上できることはなさそうだ。あとはお願いね、みんな。いけたのか、いけたのか、多分いけたよね。家族ってしてたら、でもどうなってたかもちょっと気になっちゃうね。ちょっとセーブしたら家族の方も見てみるか。俺たちは道島の捜索に当たっていた。あれから沼井が野良猫を捕まえて、沼井に悪霊を憑依させることで悪霊との意思疎通を試みた。安西の言う通り、猫に懐かれた沼井に対して体を乗っ取るようなこともしなかった。沼井本人の意識もそのままで、マジで借りてきた猫みたいにおとなしい。悪霊ともちゃんと意思疎通できるらしく、沼井が道島の場所を探すようにお願いすると協力させることができたため、それを頼りに道島を探しに出た。滝峰は綾瀬の体に安全な霊の魂を入れて時間を稼ぐとのことだったので、それを行うために事務局に留まることとなった。これはさ、名前なんだっけ、キンタンって言ってたあの人形ちゃんを乗り移らせたんじゃない？これは名前あったっけ、あの子。そしてここか。あれ、ここなんかさ、後藤とさロケしたとこじゃない？悪霊の思念をたどった結果、ここにたどり着いたのだった。俺たちが堂島たちと関わるきっかけとなった事件の場所だ。だよね。間違い、怖い。お前こスタンドいる。お前こスタンドいる、怖いわ。間違いないです。おお。それにしてもシュールな光景だな。あの悪霊がこんな状態になるとは。うちの言った通りっしょ。まあな。この女がいなけりゃ無理だったと考えるとなんか皮肉だな。とりあえず中に入るか。鍵はぶっ壊されてるみてえだし。俺たちは中へと入った。おい、いるかな。部屋に入ると奥に人影が見えた。行くぞ。最終決戦。俺たちは人影へと近寄った。暗闇で見える後ろ姿は堂島のものだった。堂島なのか。声をかける。あ、ミヤちゃんです。が堂島に反応はない。綾瀬か。相変わらず堂島は押し黙っている。せめて今堂島がどういう状態なのかくらいは確かめなければ。お、新谷っていうことはミヤちゃんっぽいね、今の意識は。堂島か。うん、どうやら堂島本人のようだ。綾瀬はまだお前の中にいるのか。さすがね、もう全部わかってるんだ。それを確かめに来たんだよ。たく心配したぜ。なんかごめん。でどうなってるんだ。香織が私の体を乗っ取ったの。でも香織をなんとか説得することができたわ。説得？マジかよ。うまくいったのか。うん、分かってもらえたみたい。今香織の意識は私の中で眠ってる。そうか、俺は必要なかったっつうことか。そんなことないわ。あんたのやり方を真似て精神世界みたいなところで香織のことを調べて深く知ることができたの。
ここであんたたちと一緒に仕事をできたおかげよ。じゃないと香りを深く知るなんて発想すらできなかった。まあだったらよかった。とりあえずさっさと事務局へ戻るぞ。お前の中の綾瀬の魂を体へ戻す必要がある。事務局に？病院じゃなくて？ああ、悪霊が取り付いてたから病院から運んだんだよ。ああそっか、そういえばそうだったわね。でちゃんと歩けるのか？うん大丈夫。じゃ帰るぞ。いやもうここくっついちゃいよって感じ。はい。そして俺たちは堂島を連れて事務局へと戻った。ジンタン大丈夫かな？その後始めるかと。ジンタン、そういえばなんで泣いてたの？あの時気になるわ。連れ帰った堂島を綾瀬の元へ連れて行き、堂島の中にある綾瀬の魂を体へ戻すことになった。あ、猫いる今更だけど。私はどうすればいいの？綾瀬の手を握っていてくれればいい。わかったわ。だがどうやって魂を移すんだ？そんなことできるのか？ああ、今綾瀬の中には別の霊の魂が入っている。そいつと堂島の体にある魂を入れ替えるんだ。方法は？綾瀬の中の霊が堂島へ入って綾瀬の魂を追い出してくれればいいんだ。つうか綾瀬の中にある魂ってのはそもそもなんだよ。霊がこっちの言うことにちゃんと従うのかよ。大丈夫だ、この霊との絆は確かなものだからな泣いてる。多分そうだ、多分あの人形ちゃんだわ。こいつなんでまた泣いてるんだよ。まあお前が言うなら信用するが、とにかく始めよう。堂島、手を握っててくれ。わかったわ。その後滝峰と俺で堂島の中にある綾瀬の魂を元に戻す。その様子を見ていた安西がいちいちはしゃいだりしていて、集中力が途切れて時間がかかってしまった。結局全てが終わる頃には明け方になってしまったのだった。でもなんとか無事に元に戻ったんだね。その後綾瀬の魂は元に戻り、堂島から話を聞いていた。なるほどな、それで綾瀬を説得したと。うん。堂島は綾瀬の記憶と同調し、綾瀬の根源を探って説得を試みたとのことだった。綾瀬には相当な過去があったらしいが、そこら辺は綾瀬の国権に関わるような内容もあるとのことでぼやかされていた。つまり綾瀬の目的は嫌いな自分を捨ててお前と一緒にいることだったってことか。そうね。ま、確かに説明はつくな。最初の事故物件での計画が失敗しちまったからこの事務局に入った。で堂島に取り付かせるために安西に悪霊を育てさせたってことか。ところで滝峰、香りはちゃんと目を覚ますの？おそらく大丈夫だろうが時間はかかるはずだ。今回綾瀬の魂は自分の体から離れすぎた。それに怪我も感知していない上に悪霊にも取り憑かれたんだ。かなり無茶をやったからな。そっか。とにかくすぐに病院に戻そう。きっと騒ぎになっているはずだからな。そうだな、また五十嵐に世話になっちまうな。それにしてもやっぱり滝峰さんたちすごいよね。裏技ってこんなことまでできるんだ。へえ。ところでなんで安西さんがいるの？綾瀬が悪霊を解放したからだよ。そのせいでこいつの家に悪霊が出たんだと。そういうことか。つうか沼井さんがすごすぎ。なんか悪霊ちゃんが沼井さんのこと気に入ってるっぽいし、うちが怨念強くしたのにだんだん弱くなっているんだけど。話してみるとそんなに悪い例じゃないですよ。沼井についた悪霊は沼井と行動とも共にするうちに
だいぶ丸くなったようだった。猫に好かれる沼江の体が居心地いいのだろうか。一緒に共存してんの？今はこのままにしておいても大丈夫だろう。もう少し怨念が弱まったらその霊も成仏させてやろう。そうですね。とにかくダークライダーの事件から立て続けだったが、なんとか無事にことは済んだようだ。体もかなり疲れている。とりあえず寝たい。でも楽しかった。今日はいろいろ見れたし、アクリオちゃんも沼井さんに任せておけば大丈夫だし、うちもそろそろ帰ろっかな。そうしろそうしろ、とっとと帰れ。あ、ところでさ、面白いもの見せてくれたお礼にいいこと教えてあげる。なんだよ。うちさ、一個だけ嘘ついてたことがあるんだよね。嘘？何のことだよ。本当は綾瀬さんじゃないんだ。ちょっと待って、もう待って待って待って、なになになに、もっともっとさらに黒幕がいるんすか？りなちゃん、うちに裏技教えてくれたのって。あずまとか言わないよね、まさかな。親友編エンド。ちょっと待ってよ、セーブして次に進もうか。はい。ちょっと待って、どういうこと？待って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 、多分五十嵐さんは関係ないはず。でも今出てる中に黒幕が多分いるんだよね。本当は綾瀬さんじゃないんだ。うちに裏技教えてくれたのって。は？どういうことだ？さあね、こっからはそっちで調べてよ。うちからはこれ以上言えないし。言ったら殺されちゃうのかな？お前な。聞きたかったらうちの好感度ちゃんと上げなよ。そしたらいつか教えてあげるかもね。じゃあね。話しても殺されるわけじゃないんだ。安西はそんな言葉を残して去っていった。あの女、最後の最後に事態をひっくり返すようなことを抜かしやがって。でもあんまり真に受けるのは良くないんじゃない？あの子面白半分でああいうこと言う子でしょ。いや、おそらくあいつの言っていることは嘘じゃない。なんでそう言えるんだよ。確かにあいつの悪霊は綾瀬の計画には都合が良かった。だが神田の事件はどうだ？もし綾瀬が全ての黒幕だったとしたら、あの事件の説明がつかない。そうか、あの事件では堂島に命の危険があったな。綾瀬の計画なら堂島を死なせるようなことはしないか。確かにそうだわ、ゲームオーバーなったわ。そうだ、綾瀬が裏技を教えた者、いわば裏技を行使した者たちの指導者だったと聞いたとき、俺はそこにずっと引っかかっていた。マジかよ、この事件いつになったら終わるんだ？とにかくもうこれ以上放置はできない。こうなったら一度徹底的に調べてみよう。そうだな。それより早く香りを病院に戻そうよ。早くしないとことがもっと大きくなっちゃうわよ。そうだったな、一応五十嵐さんにフォローを頼もう。そうして俺たちは綾瀬を病院へと戻しに向かった。どうやら病院も結構な騒ぎになっていたらしく、事情を説明するのにだいぶ時間がかかってしまった。病院には綾瀬が殺人鬼に襲われそうだったため、緊急的に避難させたと話した。五十嵐を通じて警官からもそのように病院側には説明したのだった。だが経緯説明の書類を作成しなければならないということで、この日は病院への対応で一日を消費した。そして翌日、綾瀬の看病は引き続き堂島にお願いすることに。俺たちは事務局で昨日の会議の続きを行うことにした。さて、それじゃあ昨日の続きを話し合おう。ったく、いろいろと訳がわかんねえよ。綾瀬じゃなかったら誰がこんなことを教えてたんだ？今の状態じゃ見当もつかない。
よく考えてみよう。それか、あの高島の兄ちゃんも怪しいと思ってたんだよね。そうだよね。だって、うん、何にも噛んでないんだよね、あの人。今のところ怪しいよ。まず今回の裏技を教えている人物を指導者と呼ぶことにする。で、その指導者にはこの滝峰調査局を知られていることが確定している。それはなんでですか？悪霊事件で悪霊を封じた小瓶を利用されているからだ。このことから綾瀬は指導者にそのことを教わったとしか教えられない、考えられないからな。こちらの事情は綾瀬を通じて筒抜けしているだろう。そうとは限んねえだろ。綾瀬が自力で思いついた可能性もあるんじゃねえのか？確かにその可能性もあるが、俺はないと思っている。なぜなら綾瀬が使ってきた手段は霊感のない人間には思いつかないことばかりだからだ。あの小瓶の悪霊を使って同じことができるという発想に至るのは難しいだろう。まあそうか。ああ、少なくとも指導者は霊感がある人物という可能性はかなり高い。そうでないとしてもそういう人物の協力は必要不可欠だ。まあそうだが、でもよ、俺らに匹敵するレベルの霊感を持ってる人間なんてこの辺にいるのかよ。いや、俺は会ったことはないな。俺や新谷、そして堂島レベルの霊力なら相手のオーラでそれを感じ取ることができる。え、滝峰さんたちは霊感のある人がわかるんですか？まあな、コツさえつかめばわかるようになる。堂島は無意識でもわかるレベルだったかな。そうなんですか。ああ、俺は自分で言うのもなんだが、オカルト関係についてはかなりの知識を持っている。そのために玄妙さんのもとでいろいろと勉強させてもらったからな。玄妙さんって事故物件の事件で死んだっていう人ですか？そうだ、沼井の加入はその事件の後だったな。あ、はい。でも一応その事件はここのファイルで読みました。その玄妙さんって人は本物の霊能力者ってめちゃめちゃ難しいね。霊能力者だった。あの事故物件で亡くなったと聞いた時は信じられなかったよ。でもそんなレベルの人があっさり亡くなった事故物件って相当やばかったんですか？いや、今にして思えばあれは源さんもやむを得なかったんだろうな。どういうことです？あそこで源さんが死んでなければ、あそこの霊に体を操られることになったはずだ。源さんレベルの体を操られたら今頃何人死んでたかわかんねえよ。それにあそこには堂島もいた。一刻も早く部屋から出て堂島に取り付かせないように最後の力を振り絞って飛び降りたんだろうさ。霊に取り憑かれた魂の主導権を奪われてもなお源さんは体を動かせたんだ。あの人はそういうレベルの人だったんだよ。そういうことだったんですか。まあつまりそういうレベルの人でなければ今までの裏技を思いつくのは不可能ということだ。源さんレベルの、そっか、ただ単に死んだだけじゃなかったんだ。なるほどね。そうなんだよ。だがこれまで俺たちが関わった人物の中でそのレベルの霊力を持つ人間に心当たりがない。なんかこう霊力を抑えることができる何かがあるのかな。あの誘白のゆうすけのリストバンドみたいなとか言っても世代じゃないとわかんないよな一つ堂島の話で気にかかっていることがあるんだ。なんだよ。綾瀬は後藤の心霊関係のつてをたどる中で今回の裏話を言ってたら、滝峰さんなんて全然わかんなかった。確かにあったつてをたどる中で今回の裏技の情報にたどり着いたという記憶があった点だ。あった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 、そういうの。つうことは後藤のことをもっと調べた方がいいってことか。そうだな。後藤をよく知る人物といえば元部下の倉敷さん、それから
ダークライダー事件で被害者を調べていた東、そしてダークライダー本人である西条さんだ。西条さんは五十嵐さんが取り調べをやっているだろう。現段階で一度状況を聞いてみるのもいいかもしれない。わかった。だったらとりあえずそいつらに話を聞いてみる。俺は玄妙さんのつながりの方を当たってみよう。もしかすると俺以外に玄妙さんが知識を与えていた人物がいたかもしれないからな。それじゃあ僕は過去の事件のファイルでおさらいしてみます。ああ、ではおのおの頼んだ。ほい。町で聞き込みをしようと、一応滝峰さんが作った事件記録のファイルを読んで、僕なりに指導者が関わっている事件をおさらいしてみました。何か聞きたいことはありますか？一応じゃあ聞いておこうか。事故物件事件と、事故物件事件、後藤達彦が実行した事件ですね。心霊映像を撮ろうとして事故物件の部屋に霊を出現させる儀式を行いました。風呂場の血文字で霊の思念を強くし、呪具となったカメラと、鏡をつなぐことで霊の通り道である霊道を意図的に形成。カメラのスイッチを入れることで風呂場の鏡とカメラがつながることで霊を出現させる仕組みになっていたようです。いや、もう初めの方の事件結構忘れてるからな。これありがたいですね。これによって出現した霊は強力な思念となるそうです。通常の霊の怨念とは、別物みたいなので、怨念を鎮めるやり方は効果が薄いみたいですね。結局この事件は綾瀬さんが後藤さんに持ちかけたとのことですが、綾瀬さんも何者かにこのことを教わっていたみたいです。こんなところですね。ほい。絆くん事件あったなぁ。あの動画懐かしいですね。絆くん事件、神田紗友が森崎守に実行させた事件ですねと。自分の飼い犬を殺された森崎くんが、神田にそそのかされて裏技を使って被害者を空き家へ誘導。そこで犬に食わせて殺して、その動画を神田がネットにアップしたんでしたね。この事件では堂島さんが偶然にもその罠にかかってしまいました。ですが新谷さんたちがうまくやってなんとか救えたみたいですねと。事件の流れは、森崎くんの亡くなった飼い犬を肉塊にして、亡者の肉を作り上げて犬に、ガキを取り付かせましたと。さらに、飼い主を誘導するためにその肉塊の不臭を犬に嗅がせて思念を憑依。その犬を飼い主が触ることで憑依させます。で、誘導の呪符が貼られたベンチに座った飼い主が、実質状態となって伝統の誘導呪符に従って空き家へ行く。こんな流れで被害者に自ら、殺害現場へ向かせるよう仕向けたようです。この事件は裏技をかなり応用していますね。その手の知識がない人ならこんなの思いつきませんよと。こんなところですね。他に聞きたいことはありますかと。ほい。最強悪霊事件、今も取り付いてますよね、沼井くんに。最強悪霊事件、砂川さんと安西さんが、怨念廃墟に肝試しに行ってとんでもない悪霊に取り憑かれたんでしたね。悪霊が滝峰さんや僕に取り付きましたが、悪霊が堂島さんに取り付いたことを新谷さんがうまく暴きました。そして気絶しているふりをした滝峰さんが小瓶に悪霊を封じ込めたとのことですね。僕は気絶していたんであまり知らなかったんですが、こんな流れだったんですねと。でも問題はその後、小瓶に封じた悪霊を安西さんが盗もうとしていたんですよね。どうやら安西さんは悪霊の思念を強くするよう育てていたみたいです。安西さんは指導者のことについて知っているようですが、口を割ろうとはしません。割らせようとすれば自分で死ぬとまで言ってるそうですねと。この悪霊は後々綾瀬さんの計画に利用されました。ダークライダー事件に夢中になっていたこともあって、小瓶に封じた悪霊を綾瀬さんが持っていることに気づけませんでしたねと。今も僕に取り付いているようですが何もしてきませんね。今もずっと、猫に夢中みたいです。多分この霊が悪霊になったのは、安西さんが負の思念をいっぱい与えてしまったことと寂しさが限界突破しちゃったんでしょうねと。こんなところですね。他に聞きたいことはありますかと。まあでもそうだよね、ここでね、かおりちゃんが働いてたからその指導者に筒抜けになるっていうのはありえるから、結局は本当に誰が犯人かもわかんないですよね。親友事件と、あ、そうですね。前回の
前回のっていうか今回初めの親友事件ですね。親友事件、綾瀬さんが堂島さんの体を乗っ取ろうとした事件ですね。綾瀬さんは最初に事故物件で堂島さんに霊を取り付かせることでこれを行おうとしたようですが、新谷さんが解決したことで失敗ですが、悪霊事件で堂島さんに強い霊が取り付いたことで綾瀬さんの計画の条件が満たされました。悪霊封じた小瓶を解放して自身に取り付かせることで体から魂を切り離して幽体離脱を行いました。そして自身の体に執着がないこともあって近くにいた理想の体である堂島さんに乗り移る。堂島さんはこれまで何度か思念に取り憑かれたことでいわゆる憑依体質のような状態になってしまい、綾瀬さんの強い思念に体を支配されました。ですが堂島さんの説得で何とか改心してくれたみたいで、今は自身の体の中に、戻って眠っています。綾瀬さんが目を覚ませば指導者についてわかるかもですが、綾瀬さんはいろいろ無理をしすぎたこともあって簡単には目を覚まさないみたいですね。こんなところですね。とはい、とりあえず今までのおさらいはこんな感じでございますね。ということで一旦ちょっと今回はここで終わっときますかね。猫ちゃんには話しかけられない、もう沼井くんの後ろにいる悪霊ちゃんに夢中なようですね。はい、ということで、いやマジで黒幕誰なんだ、一緒に予想していきましょう皆さん。ということでご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。バイチー。